なんだここ、でけえ建物とは思ってたけどよ。ものすごく大きいな。まるで町みたいだよ。この辺りは夢森たちが住処として使っていた場所です。この奥にラーフの結界がある。ですが誰もいません。ラーフの力が強まったせいです。今では全ての夢森が結界の維持に従事しています。だから誰もいねえのか。追い詰められてるんだな。ラーフはずっと昔から封じられていたのですね。なぜ今になって活性化したのか、理由は分かっているのですか。レイバリアは数多の世界のありようを映し出す鏡のようなものだとルフレスの伝承にあります。やはり目覚めの世界で生じている負の感情が増えていることが一番大きな理由だと思います。つまりメルディたちが世界が辛いからってことか。少なくともそこに暮らす人々の心が暗いのは確かでしょう。浄化によってその均衡を取り戻すのが僕たちの使命です。立派な心意気だが、失敗してちゃ意味ないんじゃねえの。そうですね。ラーフをはじめブールの力が増して夢森だけでは追いつかなくなりつつある。ラーフを封じる結界を保つだけで全ての夢森が拘束されている今、外でブールを止める余力が僕たちにはない。それで大人の不在で不安に陥ったルフレスの子供たちが私たちを召喚したと。彼らは町にいるんでしたね。町なんてあんのかよ。こんなとこよりそっちの方が安全そうじゃねえか。とっとと行こうぜ。機会があればいずれ、ですが今は待ってください。お？なんでだよ。あなた方だけで外に出ればブールに取り込まれてしまいます。でも僕はここを長時間離れるわけにいかないのです。ふざけるなよ。勝手に巻き込んでおいて、なんで俺が我慢しなきゃなんねえんだ。別に連れてかないとは言ってねえだろう。先に片付けなきゃなんねえ問題があるってだけだ。そのくらい我慢しろよ。なんだよクソ。申し訳ない。それにしてもこのブールの気配はメランコリウムの中とは思えないくらい強い。どうして。そういえば先ほどここに落ちたはずの目覚めの人の姿も見当たりませんね。この奥にいるってことか。この先はラーフの結界です。もしかしたら、いや、急ぎましょう。おい、つまりこの先は危ないんだろ。やめといた方がいいんじゃねえのかよ。だったら一人でここに残るか。ここにいたってブールが来ないって保証はなさそうだがな。活性化したラーフは外からブールを引き寄せさらに強まろうとします。確かに今の状態では何が起きるか分かりません。だったらさっさと済ましちまうに限るな。アイバー、みんな眠ってるよ。これみんなルフレスか。夢森たちです。眠ることで結界を張っています。全ての夢森が結界を作り、その夢森は眠ることで務めを果たしている。ひょっとしてナハト、ここで起きているのはあなただけなのではありませんか。眠ることで力を最大限発揮はしていても、その状態の夢森はとても無防備です。それを守るものが必要なのです。一人だけで寂しそうです。誰かがしなければならないことです。内外からブールを引き寄せるようになってからは、特に今は結界は元通り安定している。ラーフの脈動も収まっているようです。けどさっき橋の上にいた時、確かに何かあったんだろ。ええ、ですがおい、また変身して大丈夫なのかよ。無理すんなって。大丈夫です、ルーク。それより来ます。何目覚めの人だが、強いブールの気を感じる。これはただ取り込まれたのではない。様子が変です。あれが先ほどの流れ星の慣れの果てですか。どう見ても話が通じる状態ではなさそうですね。となりゃやることは一つだろ。
もちろん浄化しなければ。しかし彼らを包むブールの気の強さ、あれは危険です。マジかよ、ブールの気が強いって、つまりまたうちゃうちゃ出てくんだろ。それだけではありません。今の僕の力では、果たしてあなた方を影響から守りきれるかどうかさえ。いやだ、俺は戦わねえぞ。そうですか、お好きにどうぞ。足手まといになられるよりはマシです。ミルディ戦うよ。行きます。ゼロス、お前はどうするんだ。戦うかって。そうね、メルディちゃんとプレシアちゃんの手前、一応いいとこ見せとくかな。おい、本気かよお前ら。あなたはここにいてください。あの3人が近づいてこなければ安全なはず。ラフト来るよ。メルディさん、そちらです。ファイナー、ライトニング。何なんだよ、なんで戦うんだよ。ファーストエイド。ダメだよメルディちゃん、ここは俺様に任せといて。ほらほら、もやもやしてっと噛みつかれんぞ。俺はだー、もう俺も戦う。おや、どういう風の吹き回しですか。後悔しても知りませんよ。せっ、戦うって言ってんだから別にどうでもいいだろ。お、やる気になったか。頭かじられないように気ぃつけろよ。